アネット・オルゾンはスウェーデン出身の歌手。2007年から2012年10月までフィンランドのシンフォニックメタルバンドナイト・ウィッシュのリード・ボーカリストとして活動していた。それ以前はスウェーデンの AOR バンドアリソン・アベニューなどで活動していた。オルゾンは1971年6月21日にスウェーデンのカトリーネ・ホルムに生まれる。幼少期はオーボエを吹き、 母の所属するバンドと一緒にツアーしては時折、ステージで歌っていた。13歳の時に、様々なタレント番組に出場するようになり、一方で音楽を学びつつ、デンマークのヘルシンゲアにあるミュージック・カンサーベトリで、歌った。17歳の時に短期間ではあるが、テイクカバーというバンドに入る。その後21歳で、ロックオペラグループグレンスロンドで、リードシンガーを務める。 マイケル・ボーマンのアルバム、コンスピラシーで、デュエットもしている。オルソンは1989年に AOR バインド、アリソン・アベニューに加入し、男性ボーカリストの後を継いだ。バンドは1999年に反プしたデモで、大きな反響を受け、すぐに、複数のレーベルとコンタクトを開始した。主な作曲者で、キーボーディストのニクラス・オルソンはバンドを集めて4曲の、デモを録音。 その結果 AOR Heaven と契約した。デビューアルバム Presence of Mind は2000年11月にリリースされてレビューで絶賛された。続くアルバム Omega は2003年にリリース。バンドは2006年には活動を休止し、オルゾンは翌2007年にナイトウィッシュに加入することとなった。他のバンドメンバーは新人の男性ボーカリストと共に サファイアというバンドを立ち上げている。オルゾンがターヤ・トゥルネンに代わる新しいリードシンガーとしてナイトウィッシュに加わったのは2007年初頭で2000人の応募者とその中の最終候補10人から選ばれている。彼女の正体が明らかになったのは2007年5月24日であった。その翌日、インターネットシングルエヴァがリリースされた。ナイトウィッシュはオルゾンが在籍中。 2007年にダークパッションプレイ、2011年にイマジナリアムの2枚のスタジオアルバムをリリースしている。2012年10月1日、ナイトウィッシュ脱退が発表された。脱退の理由は音楽性の祖語の拡大で、それが回復不可能であると判断されたため。ナイトウィッシュとしての最後のパフォーマンスは9月29日、ソルトレイクシティのコンプレックス公演だった。彼女は、 後のインタビューで実際にはバンドから解雇されていたことを明らかにした。彼女が妊娠していることを明かしたためであるという。ナイトウィッシュはオルゾンの解雇についてその後陳述したが妊娠が理由であることを否定しておりメンバー全員が彼女を祝福したと語っている。アネットと別れたのは妊娠や病気のためではありません。私たちは 彼女の性格がこの仕事のコミュニティに合っていない、むしろ悪影響だということを発見しました。オルゾンはナイトウィッシュ脱退後、ソロ活動を始動させた。2013年にはデビューアルバム、シャインをリリース。2016年には EP、ビンターシャール、コールドアウトサイドをデジタルダウンロードのみでリリースした。一方で、ソナタアークティカに在籍していたフィンランド人。 ギタリスト、ヤニリーマ対面の呼びかけに応じ、共にプロジェクト、ザ・ダークエレメントを結成した。ザ・ダークエレメントは2017年にセルフタイトルアルバムを発表。2018年には来日公演を行った。2019年には2作目となる、ソングス・ザ・ナイト・シングスをリリース。ザ・ダークエレメントとしての活動と並行して、2020年オルゾンは、 シンフォニー X のアメリカ人ボーカリスト、ラッセル・アレンとのプロジェクト、アレン・オルゾンを結成。全曲を、マグナス・カールソンが書き下ろしたデビュー作、ワールズ・アパートをリリースした。ありがとうございます。